続いて挑むのは、希望投資額500万円、日本酒のパーソナライズで世界を目指す新山さん。資金を調達することができるのか。ファーストステージではかなりこうね、ガツガツ積極的に前に行って、まあセカンドステージに出たかったんで、ちょっとなんか勢いよく行ってしまいましたけど、はい、その勢いそのままにこのセカンドステージではどんなプレゼンを見せるんでしょうか。それでは新山さんの4分間のプレゼンスタートです。はい、日本酒のレコメンドサービスをやっております酒屋の新山です。よろしくお願いします。僕はこれまで延べ1000種類以上の日本酒を飲んでいる日本酒大好き人間です。一方で周りの友人には普段日本酒を飲んでいる方は多くありません。しかし飲み会などで自分が持ってきた日本酒を飲んでもらうと美味しいと喜ばれることが非常に多いです。自分に合う日本酒と出会えれば間違いなく日本酒が好きになる、私はそう考えています。日本酒アプリ酒合に登録されている日本酒だけでも2万3000種類以上日本酒は存在します。その中から好み合う日本酒を見つけることは非常に難しいです。こちらは酒屋さんの写真です。数が多く見たことない商品もたくさんあります。どういった味わいなのか、自分に合うのかどうかも分かりません。居酒屋でも同じようなことが言えます。日本酒は種類が多く、好みの日本酒が分からないからなんとなく適当に選んでしまったり、知ってる銘柄ばかり飲んでしまうなんてことはありませんか。そういった問題を解決するのが、あなた好みにパーソナライズされた日本酒セットをお届けするサブスクリプションサービス、酒屋ボックスです。酒屋ボックスは日本酒診断でその人に合わせた日本酒3本セットをお届けします。少ない容量でさまざまな日本酒を自宅で楽しむことができます。そして酒屋ボックスはギフトとしても展開中です。お世話になっている方、大切な方へのプレゼントとしての選択肢として日本酒は人気ですが、その人に合うかどうか気にすることもあると思います。その心配も酒屋ボックスであれば問題ありません。その人に合わせた日本酒ギフトをお届けします。日本酒診断のデモンストレーションをご覧ください。あなたの好きな食事や趣味、ライフスタイルに関する簡単な質問をします。それだけであなたの日本酒タイプは診断されます。味わいパラメーターを可視化することで、そのタイプの味わい傾向が分かります。聞き酒師、酒匠からのコメントもあります。冒険度を調整することでラインナップは幅広く対応可能です。届いた後はその日本酒に対してフィードバックを送ることができます。そのフィードバックで次回のラインナップに反映されます。私たちはこのレコメンドに力を入れています。これまで2年間日本酒アプリ酒屋の開発運営を行ってきました。酒屋は飲んだ日本酒を記録すると、その日本酒データを解析し、その人に合った日本酒をレコメンドするサービスです。このアプリ運用により、ユーザーの投稿データベース、日本酒データベースを保有しています。日本酒データベースは類似サービスと比較すると約5倍のデータ量です。また日本酒の数だけでなく、商品ごとの詳細なデータも弊社で保有しています。そして社内には2名の AI エンジニアがおり、開発を全て内製化しています。これらのデータと人材により日本酒のレコメンドが実現しています。料金プランです。全ての日本酒が対象となっているスタンダードプラン、吟醸クラスの日本酒が必ず2本以上入っているプレミアムプランがあります。トラクションです。リリース後20日間で日本酒診断数は692回、購入人数は25人、提携酒造会社は現在26社です。そして酒は今後グローバルへ展開していきます。実は日本酒の輸出はここ12年連続で過去最高を記録し続けています。特に今年は前年比 166.4% と急成長を遂げています。酒屋は越境 EC として展開し、日本でしか手に入らない日本酒を海外へ販売していきます。グローバル展開することで酒屋はさらに大きく成長します。酒屋は世界中の人がお酒を愛し、お酒を最大限楽しめる世の中を目指していきます。ありがとうございました。あ、そうですね。まず一旦なんかグラスがあるんですよ。飲めって言うことね。飲めって言うことなのかな。はい、QR コードから日本酒診断してもらって。どういうことどういうこと。そういうこれをやれ、自分に合ったやつがレコメンドされると。え、マジで。面白い。すげえ。食事のデザートにフルーツどれを選ぶ。マスカット、グレープフルーツ、メロン、柿、なるほどなみたいな。いいっすね。面白い。好みによって日本酒の好きなジャンルが分かれるということです。これまで診断結果が今11種類あるんですけど、そこから定期的に届けて、でその日本酒に対してフィードバックをすることで、学習されていって、より最適化されていくっていう流れになります。これをベースに今度こう好みによってレコメンドしていくってことなんですね。さあ、これが本当にね、堀江さんの好みに合ってるかというところですよね。ああ、うまいです、うまいです、うまいです。
そのご自身 の, その好みというのに合ってますか、そのしっかり。まあまあ僕は結構日本酒飲む派なんで。めちゃめちゃ詳しいんですよ。めちゃくちゃ詳しいと思います。日本芝居やってますからね。あ、そうか。僕はなんかまあ別にいらないですけど、あの欲しい人はいると思いますよっていう。堀江さんが欲しくないと売れなそう。いやいやいや、僕はだってこれだってさ。まさになんかそこのところをお伺いしたかったんですけど、このサービスってその日本酒を飲んだことがないっていう人たち向けなのか、はい、少しあの飲んだことがあってこれからもっと知っていきたいみたいな、はい、そうです。どういう人たちを今購入されてるのは、はい、あの日本酒飲み始めていろんな日本酒を飲みたいっていう方が、あの、まあ、家で飲むとあの、まあ、居酒屋で飲むよりは安く済むんですけど、あの、まあ、小さくても 4,5 ミリサイズなんで、いろんな日本酒を楽しむっていうと結構ハードルが、これはさ、はい、あのサブスクをメインでやって、一応サブスクメインで、あ、このだから酒合いボックスのサブスクが、はい、とりあえず事業の、まあ、そうですね。でこれいくらぐらいまでスケールすると思ったんですか、ね、あ、すいません、お酒をつぎながら堀江さんの質問に答えですね。やってください、お酒大事ですから。で要はサブスクだけで行くんだったら、はい、結構僕は辛いと思っていて。そうですね、思いました。海外に展開したいなって考えてるのは、海外の場合はあの定期便っていう形ではなくて、うん、あのちっちゃいサイズをいろんな日本酒飲めるっていう方向で海外展開しようかな、うん、なんかこれと同じような会社で僕会ったことが、さあ、なんだっけ、酒ポスト、あのパウチ型の、そう、はいはい、あのパウチ型良くないですか。パウチ型は強いのはあのポストに入れられるっていうのが、うん、というのと、まあやっぱこれ結構重いじゃん。重いです、ね、そうですよね、配送コストもかかると思いますし、海外とかに持っていく時もあのパウチ超いいなと思ったんですよね、うん、僕日本酒全く飲まない人なんですけど、はい、今の日本酒診断で飲んだらめちゃくちゃ美味しくて、はい、ありがとうございます。すごい、だからそう、坪田さんみたいな人がターゲットですよ。僕がターゲットじゃないですよ、日本は。詳しいから、はいはい、で、はい、あの、あ、こんなに美味しいんだったら、じゃあお世話になってる人で、はい、お酒好きな人とかにプレゼントしたいなっていうようなニーズだったら、はいはい、僕なんかボックスとかもすごいおしゃれだし、うん、いいかもなってちょっと思いました。サブスクだとなんかちょっと違うのかなっていうのは思うんですけどね。どうですか。あの最初にサブスクリリースしたんですけど、あのリリース後にやっぱり贈り物として欲しいっていう声が多かったので、あの、まあ、3日後ぐらいにすぐギフトも準備してリリースしたんで、そちらでも購入出てきてるんで、ギフティングとして あのニーズはすごくありそうだなと感じてます。海外に力入れた方がいいと思うんですよ。そのそう思います。レコメント、うん、そのなんかキュレーションみたいなところの付加価値って、うん、言うてもそんなにそこでお金取れないじゃないですか。で原価で仕入れが生じちゃってるから、うん、レコメンの部分だけで2倍にできるわけでもないみたいな、うん、10%20% じゃないですか、うん、とすると海外の場合だとそもそも手に入らないアベイラビリティの部分とか、うん、はい、なんか日本からすごい素敵なギフトボックスに入ってくるエクスペリエンスの部分とかで追加で多分お金取れて単価上げられるので、そっちの方がマーケットとして美味しいんじゃないかな。まあ実際のところその海外とかで日本酒って特になんか香港とかそういったところではめちゃくちゃマージン乗っけて売られてるんですよ。まあ日本酒ってそもそも安いんですよ。安いですね。あの同じ値段のワインのボトルだと 750ml でやっぱね、そこそこの、まあ、大したことないワインでも3000円とか5000円とかするじゃないですか、うん、いいワインだともう何万円って感じになるじゃないですか、うん、やっぱその日本酒好きのなんか奥さんがいて、旦那がなんか結婚 何周年かの、ね、プレゼントでもあげたいと伊勢丹の日本酒コーナー行ったら、あの一番高いのが5000円のやつで、いやでもさ俺もまあまあ稼いでるし、その何十年もね連れ添った妻に対して8000円の日本酒なんか要はあげられないと、うん、おケチなんじゃねえかと思われちゃう。やっぱ5万10万のやつが欲しいんだと。そうですね、だアソートパックでどうですかって言われて、いやそうじゃないんだよ。1本5万円とか10万円のやつが欲しいんだと、うん、ないですってなっちゃってるんで、僕は日本酒はめちゃくちゃ海外に向けて高く売るような動きをしてる、あのなんだっけ、サケハンドレッドとかね、クリアさんですね、とか、はい、そういうところにピボットしていった方が、まあ、これはこれでやってていいと思うんですけど、であのさっきのね日本酒診断みたいなところを広く薄く世界中にこう広げていって、はい、それをまあフックにして、はい、まあそんな感じなのかなと思うのは、もう一つはその、はい、日本酒 の, こうあの提携メーカーさんがやっぱりそのファーストティアのところ入んないと思うんだよね、はい、なるほど、
そうなんです。そう、もうすでにブランディングができて、例えば14代だったりとかアラマサだったりとか、まあ、獺祭だったりとか、もう海外にもルートも持ってるような酒蔵さんは絶対入んないと思うわけ。でここに入ってくる酒蔵さんっていうのは、まあ、美味しいものを作ってんだけど知られてなくてやる気があって頑張ってやりたいと思ってるところが、まあ、たくさん入ってくるんだけど、それはそれでいいと思うんですよ。でそれをうまいことブランディングして海外に売っていくみたいなところをやってあげるよっていうと、これに入りたいって酒蔵さんも増えてくると思うし、でまあ実際そういうビジネスをやってる僕の後輩とかいるんですよ。で彼らのセカンドステップは何やるかっていうと、醸造所を作るんですよ。日本酒っていうのは簡単でって言ったらあれなんだけど、お米って乾燥して輸出できるでしょ。であとは麹と酵母つけるように、あ、現地で作ると、現地で作るってことですよ。でそれで作ったらどこ世界中どこででも作れるし、もう世界に100蔵以上の蔵がもうできてってるんですよ。で日本って何か知らないけど日本酒の免許だけは厳しくて財務省がめちゃくちゃ厳しいんですよ。そうです、ね、なんですけど海外は本当にあのビールのブリュワリーぐらいな感じの割と簡単な免許で取れるんで、それでどんどん作ってるんですよ。それで自分たちのオリジナルの利益率の高いだけどブランディングされたお酒みたいなのを出すっていうところが、やっぱそこなのかなっていう、海外で独自ブランドのお酒を売っていくっていうところが、まあ僕は成功のポイントなのかなって勝手に思ってます。逆に500万円って少なくない？日本政策考えてなんかすぐなくなりそうな気がしますけど。それでは最終ジャッジに移ってまいります。新山さん、目を閉じてください。希望投資額500万円、一人でも手が上がれば投資は成立。果たして投資成立か不成立か、目を開けてください。投資家の前に立つことが許されるのは2人だけ。これでも衣装登録するとか言ってるけど、隔離商品バンバン出てくるよね。じゃあお金払う人って誰なんですかね。あんまり売り上げが上がんなそうな感じがありますね。他ができないような強みって何かきっと終わりなのかなと思って、自分なりのなんか置き石がどこにあるのかって。資金調達をかけ起業家6人が魂のぶつかり合い、服そのものを手のひらサイズに変えることができるんです。今日自分たちが着てるような服もちっちゃくなるんですかね。投資家も驚愕、服をスマホサイズに圧縮。僕らの方って結構小学校中学生の子たちで引きこもりの子たちだったりとか、これからの時代を見据えたアバター起業家に投資いただいて、僕らじゃあ10年後何やってるのか。バチェロレッテ出演者が考えるエンジニアの未来、そしておお、ありがとうございます、超いいパンツですね、ありがとうございます。天性のプレゼン力を武器に戦うもの。僕のビジネスは僕がやらないといけないんですよ。東大生だからって教えるのがうまいっていう確証はあるんですか。熾烈なサバイバルを勝ち抜き、投資家をうならせ。だからそういう意味ではあなたのもう目標は今年のクリスマス商戦で達成するんですよ。投資成立か不成立か。投資家を突き動かし資金を獲得する者は現れるのか。なので僕を選んでください。よろしくお願いします。ちょっと言いじめちゃいましょう。いやいやいや。メイクマネーサバイブ。